どうも、エレラレ京です。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。はい、今回もね、ここ新宿ロフトプラスワンさんからお送りしております。はい、さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回はですね、はい、幽霊小僧が…あ、違いますね、筋肉マンです。すみません、どういう間違いですか。筋肉マンです。筋肉マンですよね。はい、筋肉マン。一文字も合ってなかったですけど、一文字も合ってます。筋肉マンということで、はい、このね、超有名漫画をやるということで、はい、今回もね、うん、ゲスト来てもらってます。まあ、筋肉マンといえばっていう方なんですね。まあ、そうですね、未だにやっぱり、はい、まあ、僕今年で43になるんですけど、はい、まあ、唯一の筋肉マン友達一人だけなんですか。いや、一人だけです。筋肉マンって結構読んでますよね、みんな。いやね、その、はい、個人個人で読んでる方いると思いますけど、うん、情報共有をしてるのは一人だけです。なるほど。はい、じゃあ、ではこちらの方です。お願いします。あ、はい、お願いします。お願いします。はい、作家の山田ナビツコさんです。お願いします。いやー、2回目の登場ですね。はい、やっぱ筋肉マンって言ったら山田ナビツコさんですから、はい、まあね、まあ、でも山田さんももはやね、もう作家の域超えてますからね。各そのメディアでもう名前はめちゃくちゃ出てますから。そうですね、はい、この前もね、うん、あいつらとラジオ、あ、オズワルド、オズワルドとラジオやったら、はい、もうオズワルドがずっと山田ナビスコってずっと言ってましたよ。あいつらがいじってんだけなの。言ってましたよ、本当に。というわけなんでね、はい、いじりたいだけなんだ。今日山さんお願いしますね。お願いします。筋肉マン、うん、はい、というわけでこちら筋肉マンがですね、1979年、うん、週刊少年ジャンプにいて、まあ、連載が始まったと。しかもこれでデビュー、はい、ゆ ですごいですね。ゆで卵先生ということで、ゆで卵先生、そしてゆで先生ね、うん、うん、ゆで先生、これでデビュー。もうデビューした時高校生ですよね、山田さんね。すごいですよ、若いんですね、マジで、うん、ゆで卵先生。スカウト行ったんですよ。あ、そうなんですか。就職決まってて、はい、で、就職するかってところに、はい、当時の編集部の人たちが、もううちでデビューさせます、はい、それはどこで知ったんですか。有名な話でしょ、これ。あ、いや、その編集部の人はゆで卵先生のこと。いや、投稿してたから。ああ、なるほど。投稿してて、赤塚賞に入賞した後じゃないのかな。へえ、めちゃくちゃエリートって。そうですね、スーパーエリートですよね。だってそこからもうずっと書き続けてるわけですから。この頃ね、10代デビューが多いんですよ、漫画家さんって。ああ、なるほど。江口さん、江口久先生も、江口先生ももう10代後半で、一番早いのね、平松真嗣先生なんですよ。はい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 、はい、多分15ぐらいで。15で、うん、確か15ぐらいで絵が上手すぎちゃって、もう中卒ぐらいですよ、平松先生は。なるほどね、少女漫画家の先生とかね、早い方とかなんかいるイメージありますけど、うん、それはね、多分ね、はい、正直言うと戦後なんですよ。あ、そうなんですか。戦後の、はい、まあ、ごめんなさい、ちょっとその辺分からなかったら申し訳ないんだけど、はい、千葉先生なんかも早いわけですよ。その家を手伝うために少女漫画から始めるみたいな人たちは、どっちかというと昭和20年代というか30年前半ぐらいですけど、本当戦後すぐってことですね。ジャンプはね、こうジャンプ有名じゃないですか、その新人をお互いするというか、育てるのでいうと、ちょうどこの70年代終わりはね、異常なまでにみんなデビューが早いんですよ。へ、なので鳥山先生が当時25、6で遅い、あ、なるほど、異例な方だったって言われてるぐらい。専門学校とか美大に行ってたんですよね。いや、じゃあ鳥山先生は就職してます。あ、就職してるんですね、はい、それぐらいな。じゃあそれはもう遅咲きなんですね、ゆで卵先生ということでね、はい。まあ、そのゆで卵先生のまあ代表作と言っても過言ではないね。いや、どう考えても代表作ですよね。いや、いっぱいありますから。ありますよ。幽霊小僧がやってきた、キックボクサー守る、あるでしょう。ちょっとスクラップ三太夫。すいません、グルメだよ、知らないの。グルメだよ。すいません、ちょっと存じ上げないです。勉強、戦いラーメンマン。いや、戦いラーメンマンはまあ、筋肉マンからね、派生したやつですから。まあ、とりあえずじゃあ筋肉マンのね、うん、あらすじね、はい、知らない方もいると思うんで、まあ、じゃあ、あらすじ ね、はい、すごい難しいんですけど、うん、筋肉、赤ちゃんの時にね、両親に豚と間違われて地球に捨てられた主人公のね、ダメ超人、まあ、超人というかね、まあ、ヒーローなんですけどね、超人兼ヒーロー、うん、筋肉マンというね、はい、誰も知らないんじゃないですか、その豚と間違われたやつはね、はい、有名でしょ、はい、知らない人が逆にいないですよ。一般の、一般で筋肉マンっていう知る人、いや、知らない人がいないんです。まあ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 、まあ、そこはまあ、そこはまあまあまあ、いやいやいや、言いましょう。何を言ってるんですか、まあ、当初はね、はい、また
ヒーローの系譜なんですよね、筋肉性というのはね。筋肉マン入ってその下に、その下というかそれよりもウルトラマン、その下にウルトラマン、仮面ライダーとか書いてましたよね、図ね、うん、だからそのヒーローでその地球のね怪獣を倒したりとかしてたんですけど、そのうちね超人同士の戦いが始まってって、最終的にはまあそのね、まあ、神様とかも出てきてどうなっていくっていう感じですね、うん、まあ長いことやったんでね、いろいろストーリーは変わっていきますが、そうですね、はい、うん、まあジャンプのね、まあ中心漫画といっても過言ではないですよね、うん、はい、やっぱり僕と山田さんジャンプ店全部行きましたけど、やっぱ筋肉マンのブースでかかったっすもんね、でかかった、もうめちゃくちゃでかい、もうでかかった一部屋筋肉マンでしたもんね、もうでかかった、俺筋肉マンぐらいですよね、まあ、筋肉マンぐらいですね、おもちゃとかも、うん、もう筋肉マンのだけもう大きさが違うんですよ、まあ、グッズはね、めちゃくちゃ出てますもんね、やっぱ壁に、うん、透明の壁のところにもう一面に金消しが詰まってて、すごいね、取ってあるもんなんですね、めちゃくちゃすごかったですよね、筋肉マンのところ、うん、だってやっぱおもちゃ持ってるのあったもん、なんかもあこれ持ってる、これ持ってるってやつ、うん、まあ、それぐらいね、大ブームでしたけど、まあ、筋肉マン2世もね、さらに筋肉マンの息子の漫画もやり、さらに今筋肉マン自体は37巻6巻で終わって、うん、そこからの37巻っていうのを今書いてて、で今もう80巻ぐらいいってますよ、79巻まで行くっていうね、まあこちらの方もね、まあ、続いてるっていうお化け漫画ですね、はい、すごいですね、まあとにかくこちらの方ね今日見ていくということで、山田さんお願いします、はい、お願いします。じゃあこちらの漫画の魅力をちょっとじゃあ山田さんから、山田さんからお願いします、はい、絶対的男領域、絶対的男領域男領域すごい言葉作っちゃったな、いやこれね、はい、だから周りに、はい、ね、女の子、はいはい、女性で筋肉マン好きな人って会ったことある、まあ、とりあえず僕はないですね、うん、まあ聞いたことはないですね、確かに、ないんですよ、はい、確かにそうですね、もうね、男しか喜ばないんですよ、まあ筋肉マンですからね、名前がまずそうですね、ここ新連載始まってから、はい、ママは出たことあるけど、はい、今男しか出ない漫画って、はい、筋肉マンとバケしかないです、バケ登場人物が全部男って、いやそんなことないっすよ、あのマリさんとか出てくるじゃないですか今出てこな い, もう今ほんと出てこないですか、じゃあマリさん出てこない、夏子さん、夏子さんもいましたよね、いたけど違う違う、あの連載、あのプレイボーイで始まってから、あ、プレイボーイで始まってからですね、ビビンバも出てこないですか、出るわけないでしょ、出るわけ、いや出るわけない、わかんないですよ、だからね、本当に素晴らしいのが、はい、まあ、我々もね、はい、我々がそうだからなんだけど、はい、あの精神年齢が中学生なんですよ、はい、でね、未だに精神年齢が中学生のおじさんたちが一番楽しみにしてるのが、ね、月曜日に、はい、あの日が明けて筋肉マンが更新される時なんですよ、はいはいね、まだその気持ち持ってるんですか、当たり前じゃん、ジャンプが出るのと同じですよ ね、 そ, ねそんないないでしょ、だから何かあった時に副大にすぐ今日読めっつってメールするんですよ、チェックします、今日すごいぞっつって、はい、そんな、そんな、ああ、その感覚ないな、そんな女性はいません、確かにないでしょう ね、 男の聖域なんですよ、はい、こればっかりは、まあ、確かにね、確かに、まあ、男の中でも半分ぐらいに分かれそうな作品ではありますよね、いや、なことない、いやいや、山田さん、本当にだから、まあ、この世代の人たちってことですね、まあ、まあまあまあ、そうかもしれないんだけど、小学生が見たらもう 100% だと思います、本当ね、はい、ずっとその連載開始の時からのテンションで、はい、書き続けてるのがすごいんですよ、確かに、まだあのテンションでやってるんですか、うん、まだテンションです、すごい、まだやってますよ、だから同じことをできてるって、しかも男の人しか笑わないって、はいはい、そうだからこれ今もギャグみたいなのもあるんですか、ギャグはないです、ちょいちょいあるんですけど、あ、なるほど、なんですけど、やっぱね、はい、これはね、もうね絶対わからないと思う、女性にわからないところが多すぎるというか、確かに聞いたことないな、あの中学校の時に一番嫌われる、女子から一番嫌われる男子のノリ確かにね、それを未だにやり続けてくれるから俺たちは楽しくてしょうがない、まあ、まあまあまあ、これなんですよ、そうですね、なんかだから細かいことをやってこないですよね、
そう小細工抜きなんですよね。小細工ないからね、はい、それがやっぱいいっすよ。それがねストレートで、はい、うん、そういう漫画を僕も好きなんですよ。やっぱりそこなんですよ、はい。そういうことです。小細工抜きが これはもう本当に一番いい言葉だと思います。ありがとうございます。確かに女性と話したことない。いやだから女性と話したことないし、山田さんとしか話したことないから大人になってもないでしょ。だって筋肉マンですよ。逆にすごいですよね。そんだけ男寄りの漫画なのに、まあ女の人はでも絶対知ってはいるじゃないですか、筋肉マンって。それはすごいですよね。だってね、普通にさ、ドラゴンボールとかさ、はいはい、ね、その、うん、特に悠々とかさ、なってくるとさ、まあ、女性も話し合う人いるわけじゃないですか。いますね、今のジャンプ鬼滅だなんて、はいはい、筋肉マンあったやつ誰もいないもんね。僕、まあ、筋肉マンもそうですけど、まあ、あともう一つ分かりますよ、絶対的男領域漫画。これ山さん否定するかもしれないですけど、キャプテン翼です。あ、意外と、ね、意外と女性見そうで、まあね、誰も見ないです。そうなんだよね。確かにこの時のジャンプですよね。そうだね。それはね、確かにそうだ。誰もキャプテン翼見てる女の人いないですもん。確かに。本当だってドクタースワンプでさ、ジャンプ大人気だったんだから。はいはいはい、女の子がいっぱい参入したのにさ、筋肉マン誰も喋んなかったんだよ。それぐらいすごいんだ。まあ、やっぱ男前出てこないですからね、筋肉マンって。先駆け男塾ですら終わりのところで女の人がね、そうお便り送ってきますから。そうなの、そう、ヒエかっこいい、ヒエかっこいい、もももが心配だっていうお便りは。なるほどね、筋肉マンないですもんね。素晴らしいんですよ。はい、ありがとうございます。すごいですね。じゃあ伊藤さんの魅力は、はい、僕はまあこちらですね、自由な発想ですね。まあ、僕こう山田さんさっき言ってましたけど、うん、僕マジで筋肉マン読んだことないんですよ、この年になる、これで初めて読んだんで。でアニメも見てなかったんですよ、はい、いるんですよそういう人も。だからまあキャラクターとかもちろん知ってました。筋肉マンだ、ロビンマスクだ、ウォーズマンだっていうのは知ってましたけど、あ、こういう話なんだっていうのは初めて知りましたね。そしたらめちゃくちゃ自由じゃないですか、まあまあ、確かに、はい、その自由も行き過ぎちゃって、うん、もうキャラも一秒も自分で考えてないですから。いや確かにそのいやこれもね、その今の発言全部否定してやるから、まあ、1秒もってのは嘘ですよ。今のやつをね、1秒もってのは嘘ですよ。本当に否定するからね。1秒もってそういう失礼なことを言う、まあ、そういう驚きもありましたよ。大津はもうあの投稿なんだみたいなのは大問題発言してますよ。違う違う違う、僕は今プラスの発言ですよ。そんなの漫画描いてたら普通あんまりやらないじゃないですか、自分のキャラだけでやりたいじゃないですか、まあね、うん、それをみんなで作っていくっていうのが俺ヒットの一つだと思うんですよ。だって言ってるわけでしょ、はい、あの、あ、読者は第三のゆで卵だって先生が言ってるわけだから、はい、それがすごいです。もうだから AKB ですよ、もう言ったらもうお客さんもチームの一員だって言ってるわけですから、はい、ね、一緒に作り上げていくっていうね。で山さん、俺送ってますからね、提灯何回も。俺自分で書いて、え、まだ送ろうね、まだ送ります、まだ送ります。結構リアルなの書いて送ります。送ってますから、俺親父にこれ出してきてくれって毎回、あの幼稚園行く前に、幼稚園とか保育園行く前に親父に渡してたから、親父が捨ててない限りは全部送ってましたから。いや送ってるね、はい、なるほどね。いやまあ自由だ、まあ、だから話もルール作っては壊し、うん、作っては壊しみたいな感じじゃないですか、なんか。あれ？それも全部後で言います。この後に準備してあります。わかりました。この後準備してありますから。そうですね。じゃあ私の魅力はですね、いやこれ僕自身の話ですよ。その、まあ、これは全体的に言えるというよりは、僕の中ではもう少年版がど真ん中っていうか、人生のこう一番真ん中にいるのが筋肉マンで、まあこれで始まったんで、やっぱ僕の漫画人生は、はい、これを見ることによって、だからやっぱ筋肉マン見ると安心しますよね、なんか落ち着いてるっていうか。でまあまあね、家でずっと筋肉マン見て、兄貴とね寝る前にね、あの超人とあの超人戦ったらどっちが勝つっていう話をね、兄貴として兄貴がそれはラーメンマンだなっていう話をね。まあそういう話は広がりそうですね、確かにね、子供だったら、はい、多分それを先生お二方がやってると思うんですよ。ああずっとだから面白いと、ね、なるほどなるほど、それを続けてるって今が書けるのが、はい、うん、すごいから、かだからずっとね、中学生の脳みそでやれるっていう確かに、まあ、その素晴らしさだと思う。憧れですよね。その言ったら、例えば俺らのお笑いコンビもそうですけど、俺と伊藤がやると元々の会った時ぐらいのノリになっちゃうんですよ。それをゆで卵先生も多分そうだと思うんですよ。
高校生のノリでまだ書いちゃってる。続けてるってことですね。いや、羨ましいですよ。はい、そういうことですね。うん、やっぱずっと少年漫画やってくれてるんで嬉しいっすよ。ここでね、なんか能力者とか出てきてね、能力系の漫画とかになったら困るんで、やっぱり未だにもうちゃんとやってくれるんで、ね、ただちょっとあれですよね、あの最近技は新しくなりましたよね。最近のプロレスの技入ってますよね。だけまあそれを言ったらね、はい、もうこの時からやってるんで、うん、はい、またから技出てるんですけど、ね、うん、いやだから本当にね、まあこれがね、まあ、とにかく筋肉マン見てないとみんなの話についていけなかったっすから、アニメとかは。まあね、確かにね、筋肉マン遊んでるけど筋肉マン見るために帰りましたから。だから東京ラブストーリーより前ですよ、筋肉マン。そういうムーブメント起こしたのね。朝です、だからそうです、10時ぐらいだね、日曜日の。だって俺たち9時ぐらいから遊んでるんですから。で10時に一旦家帰って筋肉マン見て集まるんですよ。でみんなでやばくないってロビン死んでないっていう話をするっていう、うん、はい、そういう感じですね、はい、じゃちょっと山田さん、はい、お願いしますね、筋肉は、はい、じゃ筋肉もやっていきましょう、はい、はい、さあそれでは、今日の一人でご覧ください。どうぞ。どうも、はじめまして。はじめまして。私こういうマッチングアプリとか初めてで。あ、そうなんですか。ちょっと緊張しちゃって。あ、僕もそうなんですよ。緊張しますよね、はい、そうです、ちょっとなんかすいません、なんか。いえいえ、こちらこそ。ご出身どちらですか。あ、出身ですか、はい、あの僕は東京です。え、東京都会人、すごい。いや、まあ、東京でも田舎の方なんで。すごいです。はい、どちらなんですか。私は、はい、古代インカ帝国です。いや、お前、ベンキマンだろ。どうも、ありがとうございました。